事故にでもあったんじゃ。レジスタンスです。ベネルクスか。インプが急増。彼はレジス。ありがとうございます。クソ、思っていたよりずっと凶暴だ。
少し経験。火の祭りで行われる魔術儀式により、この種族の多くが凶暴化し、この地を通る人々が頻繁に襲われ、次々と殺されるようになってしまった。報告を受けたラスランの領主ホブスは、オークたちを見渡せる丘にラスラン警備隊の駐屯地を設け、人々を守った。どんな天気？ヤッホー、はじめまして。これからよろしくギャ。はじめまして。これからよろしくギャ。今日も倉庫は無事だギャ。今日も倉庫は無事だギャ。行くのギャ。ラスランでは、ここです。ここアイテムは多めに準備しましょう。使い切ったところを待って。私にこれは。昔家族アーシャの気持ちに気づいていたのに、あの時の僕はとても心が狭くて。実は今までマーシャとは連絡を絶っていました。父さんが亡くなったすぐ後に、家はクイーンブランディールに破壊されてしまって、その時故郷を離れようと言ったんですが、マーシャは最後まであそこに残ると言いました。喧嘩をしてここに来てから自分の気持ちに気がついたんです。僕はマーシャに苛立っていたのではなく、クイーンブランディールに立ち向かう勇気のない自分に苛立っていたのだと。
気づいていながらも連絡できずにいました。眠る前に妹に手紙でも書いてみます。あっち行け。ありがとうございます。あの好き。どうでしたか？え？戦いの時大丈夫です。見捨てられたと。では聖域発掘地のレジスタンスは急激に増えたインプの出現地を調査していた。配送庫を調査していた新人レジスタンス。黎明の絶壁から見える巨大な船の残骸はかつての海賊王の強欲さを示している。巨大な船体と赤い帆が海賊王でありこの船の船長だったアデリコのかつての栄光を今に伝えているかのようだ。
油、火を灯す。見捨てられた塔の頂上で契約の台座に触れると目の前に幻影が広がった。そこにはデーモン・リシエスが召喚される様子が映し出されていた。幻影が消えると封印されていたデーモンの召喚書が現れる。聖域発掘地で待つルーカスにこの事実を知らせ、捨てられたと。そんな急いで。旅行ですか？デーモンがグルードラン魔術師がこうしてる場合、デーモンだそうです。みんな気をつけて。デーモンですって。デーモンが一体何を言って、で知って、その時に。それで、おやおや、デーモンが出たそうだ。気をつけろ。デーモンですって、なんてこと。祈りを捧げましょう。表情がくデーモンがしょ。エレイヤ様はあの方なら。ルーカスの頼みで聖域発掘地の住民たちにデーモン・リシエスが召喚されたという事実を知らせた。神官アビガイルはベネルクスから派遣された魔術師エレイヤに会うことを勧めた。エレイヤはマナの荒れ野で起きている異常現象がデーモンと関係があるのではと疑っているようだ。